ちょっと行ってみますか。すげえ暇そうな感じですね。すいません。すいません。はい。ちょっと今お時間ないですかね。すぐ終わるんですけど。今ちょっと友達と約束してて、はい、今から映画行くんですよ。ああ、もうすぐですか。もうすぐ今友達来ちゃうんで。ああ、わかりました。ごめんなさいね、急に。めっちゃ綺麗です。ごめんなさい、すいません。ごめんなさい。ちょっとお時間ってないですか。すぐ終わるんですけど、はい、ちょっともらってもいいですか。はい、あ、いいですか。本当にちょっと一回この辺立ち止まっていいですかね。うるさいね、はい、なんか今お急ぎですか。今、まあ、特に大丈夫です。本当ですか、はい、実はボックスのネット番組をちょっと作ってまして、はい、その女子大生の秘密をちょっとね聞きたいなっていう番組やってまして、はい、女子大生でいらっしゃいますね。はい、今大学2年生で。あ、マジっすか、はい、いや、パスね。ぴったりっす、はい、じゃあちょっと今お話聞いてもいいですか。すごいですけど。はい、何ですか。じゃあもしよかったらその下の名前だけでいいんで、はい、お名前とか。あ、みずきです。みずきさん、めっちゃ美人で超スタイルいいですね。あ、ありがとうございます。で、年齢の方は。今20歳です。20歳で、あ、で大学、大学2年生です。おチョイスね。大学名とかって聞いてもいいですか。はい、大学です。え、関西の人なんですか。関西です。あ、関西大学行ってんすか。関西の大学行ってるってことは。あ、はい、関西行ってます。え、じゃあなんでやってるの。今は東京に遊びに来てます。あ、そうなんですね、はい、あ、だからこんなでかい荷物が。あ、そうなんですよ。なるほど、遊びに。なるほどね。はい、お前関西の人なんですね。関西です。あ、いいっすね。関西の女ってなんかね、ですか、すごい素敵っすね。なんかすげえちょっと面白そうなんで、はい、なんかもっと詳しく話聞きたいんで、はい、なんかそのご飯とか食べながらちょっとお話とかあってどうですか。え、ご飯ですか。はい、何でもおごるんでもいいですけど。あ、おごりなら。もちろんめっちゃ何でもおごりますんで。おごりなら。あ、いいっすか。はい、あ、やった。じゃあ行きましょうか。待ってします。お好み焼き食べたい。お好み焼き？お好み焼き。本当ですか？東京まで来てるんですか、今。あ、でもやっぱりお好み焼き好きやから。マジですか？お好み焼きでいいですか？お好み焼きがいい。あ、オッケーです。じゃあ、お好み焼きうまい店知ってんで。ご案内します。ありがとうございます。本当好きなんですよ。ちょっと本場の味を知りたいですね。どっちかまさっちか。どうしましょうか、マジで。聞きますよ。